ポンカ族、またはポンカラ族とは、北米大陸の北部平原地方に占住するインディアン部族である。マチュナーザー州長と彼の最死現在2500人ほどがアメリカ合衆国のネブラスカ州とオクラホマ州に定住している。オクラホマ州には同族名からちなんだポンカ氏がある。ポンカ族は小さな部族で1780年に推定800人だった。 オマハ族とは関連性があり、オマハポン家族ともいい、数族語系の氏族ダコタ族系に属している。ティッピーを伝統住居とし、馬に乗ってバッファルを狩る典型的な平原インディアンだった。1877年にアメリカ政府はララビー条約を盾にポン家族をネブラスカからオクラホーマへ強制移住させ、彼らの立ち退いた土地を数族にあてがった。 人法による過酷な強制移住の際に、部族員の1、3が死んだ。これに対し、スタンディングベア州長らの約40名のグループが命令に背き、ネブラスカへ帰還し逮捕された。スタンディングベアは、オマハ族の協力のもと、アメリカ政府相手に訴訟を起こし、見事これに勝訴。部族は、ネブラスカの北部、ポン家族とオクラホマの南部、ポン家族として二分され現在に至る。 1962年、アメリカ連邦政府は、1945年から開始されたインディアン部族の認定、打ち切り型たりによって、ポンカ族を絶滅部族とした。1966年、この決定を受け、連邦政府は、ポンカ部族固有の土地を没収し、ララミー条約に基づくすべての対、ポンカ族の福利厚生サービスと年金支給を停止した。 ネブラスカ大学のベスリッター教授はこう述べている。部族の認定終了は、ポン家族が発展するための多くの道の絶対的な死を意味しました。彼らは、連邦が認定した部族が受けるすべてのサービスを失い、部族のメンバーは土地に加えて、彼らの健康管理と教育の場を失いました。ほとんどが農業者であった、ポン家族は保留地を没収され、土地を奪われて失業者となり、 木の幹のままで都市部へと引っ越さざるを得なくなった。1986年、フレッド・リロイをはじめとするポン家族活動家たちは、国中のポン家グループに対し、442通のハガキを出し、ポン家族を再び蘇らせるべきかどうかアンケートを行った。結果、442通のうち360通が復活させるべきであると答えた。 当時36歳だったリロイは語っている。人々はこの考えについて耳を傾け始めました。私は遠くアラスカからもお呼びがかかるようになったのです。ポンカ族は絶滅認定された109の部族の最後の一つでした1987年。この結果を受けてリロイたちは2500人を超えるポンカ部族を例、しかし認定審査は父として進まなかった。 リロイはこれを人種差別によるものであると語っている。1990年、ついにネブラスカ州の J ・ジェームズ・エクソンとボブ・ケリー上院議員が認定復活要求に署名。同年10月、ブッシュ大統領がポン家族を認定署名し、晴れてポンカはインディアン部族として復活した。これを受けてリロイはまさかこれが叶うとは思ってもみなかったと語り、 あなたが何かをしたいと思うなら、心をそこに傾けるべきです。そうすれば、何であっても達成することができるものなのです。とコメントしている。1999年、ネブラスカ州の北部、ポン家族は、ネブラスカとアイオワの宗教にある、カーター・コハンの土地5エーカーを購入した。2003年2月、ポン家族はこの土地をビアに信託し、ビアはこれを、掛け事目的でない。 医療設備用の土地として州に申告した。2007年12月、全米インディアンカジノ委員会は、この土地でのポン家族のインディアンカジノの開設を許可した。これに対し、アイオワ州が許可不認定を求めて、訴した。2008年12月、連邦政府は、北部、ポン家族のカーター・コハンでの部族カジノ開設申請に対して、協約内容に違反があったとして、不許可裁定を下した。 ポン家族はこれを部族の公共医療に使用されるものとして不服広告を行い、1858年白人によるネブラスカからオクラホマへのポン家族の強制移住命令に対し裁判に訴え、1879年にインディアンは人間であるとの文言とともに強制移住無効の最高裁判決を勝ち取った、州長ありがとうございます。